って燃えかすになってるやんけ。それで壊れたのか。いや分かってないな。ダジャレとライムの違いも分かんねえのか。布団が吹っ飛んだ、これはダジャレだ。布団が俺に吹く強烈な追い風に乗って吹っ飛んだ、これはライムだ。わかるか、ライムっていうのは踏んでる部分だけじゃない、そこまでのプロセスに全てをかけなさい。フリースタイルをやるときに内容度外視で韻を踏むか、韻度外視で内容を攻めるか。フォークさんはそのライムとそのメッセージがちゃんと常にこう同居してて、それプラスその韻自体の新鮮さの驚きもあるんですよ。もう完璧にリビングレジェンドです。